久しぶりのランドですけど混んでますな。すごいね、うん、久々に見た。この前回リゾート来た時、リゾートじゃないや、シー行った時あんまり混んでなかったね。ね、もうね、普通通常運転になってきたな。まあね、やっぱ混むよね、ゴールドジムは。え、はい、クリスマスイブに縛り生活をする予定のフェルトとハルくんです。というわけでですね、本日はディズニーランド行きました。はい、スパンが短いです。で前回はまあ C に行ったんですよ、はい、そうですね、はい、で C に久しぶりに行きまして、ゼロ円だけでパーク内生活できるのかと。はい、ディズニーランドで、一体1日いたら何キロ痩せるのか逆張りね、はい、普通何キロ太るかだけどね。これなんでかっていうと、はいはい、やっぱり1日テーマパークにいるとすごい歩くじゃないですか、ね、想像以上に自分歩いてるってなるよね。そうです。で僕ら24時間生活した時に、うん、あれ3万6千歩ぐらい歩いてて異常なぐらい歩いてたんですよ3万ってやばいでしょ。普通30キロ近くとか歩いてて、まあ、僕は本当にもうジムだと思ってるんでこれ毎回来るときに。まあまあ服もありますからね。72ですね。72キロ。というわけでディズニーダイエットスタート。よし、今日はもう開園から閉園まで、まあ、このジムで増やしていこうじゃないかと。ジムみたいなもんなんで、まあ、完全になんかこうお構い開いてくださいが完全にもうこれだったね。いやそんなしっかり完全にもう胸筋を鍛えてくださいって言われてるような感覚だったマジで。入る前にこのアルコール除菌したんですけど、はい、これできたらそのタンマグが良かったですね。タンマグ、ああ炭酸マグネシウムってこう滑り止め知らないって。良かったよね。エクギス安くなったそんなって。がむしゃらにこう痩せようと思ってもやっぱ1日なんで痩せないと思うんで、まあ、極力効率よくいきたいんですよ。まあ基本的なそのまあオーソックスな、まあ、脂肪燃焼のあれとしては最初にまあストレッチ、うん、まずちょっと軽くします。でその後に10分間ぐらいの軽く有酸素運動します。でそこから筋トレをしまして、まあその最後有酸素運動に入ると。ランドだよねここああいやもう我慢できないんだ。高えなやっぱシンデレラ城。うん、いいなやっぱランドのが。何？軽くちょっと踊ってる人もいますねやっぱ。やっぱって。うん、ダンスとかの方がカロリーを多分消費するんですよ普通に。あ、有酸素よりも。歩くとかより。うん。なるほどなるほど。結構 HIIT とかやってる人も多いね。だって HIIT。ヒートもやってる。あ、ヒートね。ヒートね最近は聞くやつ。持ち味高いねみんな。まあ、こうやってマスクをすることによって、うん、まあ、高地トレーニングみたいなね、そういう効果もあるんで。あーなるほどね。心拍数っていうか、まあ、肺のね、機能を上げることですよ。確かにもうみんなしてますもんねマスク。あ、脂肪燃焼しやすいやっぱ自分の心拍数っていうのがあるんで、ほうほう、まあ、それは計算して、まあ、心拍数も計算して効率よくやっていきたいなと。いやラダーじゃないってそれ。あ、違う違う、これ並ぶ列のやつだからということでですね、スプラッシュマウンテンです。はい、いやこれ大事なんですよ。大事、やっぱ有酸素とかも陸上よりはやっぱこう水の中っていうか水の中抵抗を受けるんで。ああ、よくプールでダイエットしたりしますもんね。血行も促進されるんで。なるほど、やっぱ脂肪燃焼効果が高いんですよ。これ待ち時間ですよ今50分、うん、これ何しようっていう。いやただ待ってる時やっぱもったいないじゃないですか。そうですね。なのでもう、え、あ、つま先立ちなんだずっと。やっぱこれでハムストリングを鍛えて、ハムストリング、ハムストリングって何？あそこね、上腕三頭筋だ。上腕三頭筋なんだ。いや、上腕三頭筋来るなこれ。いや怖かったですな。めちゃくちゃ怖かったべ。こんなさ、スプラッシュってさ、なんか、あ、来るぞ来るぞって来ないって。そう、その流れ多すぎね。いやでもそのおかげで、やっぱこうね、落ちるためにこう力が入って、こう腹筋にもね、力が入ってたの。あ、入ってたわ。そう、中にね。うっちってなってたもん。そう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 。だからそれがね、すごい良かったですね、やっぱ。最後、水しぶきすごかった。うん。いや、いい腹筋のね、筋トレマシーンでしたね、これは。マシーン？はい、というわけで、お腹もね、すいたということで、はい、こちら。すいたんですよ。あ、これ鶏肉、チキンレッグ、チキンレッグ、やっぱ鶏肉は筋肉にいいので、まあ、タンパク質ですね。あ、まあ、補給していこうかなと。そういうことね。鶏はいいのね。さすがに今日歩き続けて、うん、もうずっと食べないで痩せるってのはダメよやっぱ。確かにね、うん、その痩せ方良くない痩せ方だし、ね、やっぱ筋肉を回復させてあげて、うん、効率よくね、気持ちよく痩せていきたいなと
まっ。久しぶりに食ったけどうまっ。なんかうまいよね。これってお家で作れないやつだよね。なんか、うん、あー来てるなこれ。来てるなって。息切れするってなかなかないよ。ディズニーで気持ちいい気持ちいい。プロテイン買いに行くか。いベイマックスです。初めて。いやーこれ良いそうですね。これずっとちょっと気になってたよね。え、あー浮かしてたんだ。ちょっとベイマックス。これ完全にサーキットだねこれ。グータッチしてみよう。あやばいやばいやばい。うわうわ。はい、というわけでベイマックスの後にしまして、こちらの船に乗っております。はい、まあ、レストも大事かな。確かにね、もうずっと歩きっぱなしだったから今日、うん、やっぱ一回休憩よ。一回筋肉休ませないで。なるほどね、うん、回復させてゆっくり休みましょう。はい、次は美女と野獣。初めてですよ、スタンバイパス取ってやっと入れますね。全く読めないんだけど、本当に予備知識ないから。すごいシンデレラ城みたいなさ、ちょっと異空間が広がってるよね。なんでだよ。なんでそれ、なんで被るんだよ。危ない危ない。これもしかしたら眼光かもしれんよ。え、これさ、タワーブテラーのもっと怖い版なんじゃね。戦慄迷宮並みのやつかもしれんこれ。まあ、野獣に食われるみたいなやつでしょ。まあでも恐怖で痩せるって可能性もある。あ、そっち、うん、いやすごかったですな。すごかった。よかったね。正直舐めてたよね入る時ね。あれなんかさ、途中の説明の後さ、あれ説明入って、でなんかじゃああちら側出てくださいって言われて、終わりかなって思ったんだけど、なんかみんなえみたいな。そう終わり、これで終わりなみたいな。最後のさ、王子のまあ胸筋が半端なくてさ、あれだいぶでかかったね。やっぱあれね、やられたら俺らもね頑張って痩せなきゃって思うよね。確かにね、あれ見せつけられた感あるよ ね。お前もこういう風になれよって。これ持ち上がったわマジで。来ましたね、ランドの花火。ランドの花火見るの初めてですね。あ、マジ初めて初めて。いや俺もどんなのか覚えてないの。で、ここのシンデレラ城にバーンって後ろ出るのか。いや、多分出ると思う。え、だったらすごくない。うん、悪天候の時しか来てないからさ。確かに花火なかったんだよ多分。ああなるほどね。だから俺初めて見たんだよね。マジですごいね。感動だ。すごい、もう何も言えなくなっちゃった。楽しかったな。もうこれ見るだけでなんかディズニー良かったなって絶対なるよね最後。うん、はい、ということで閉園のお時間になりました。はい、いやー歩いた足がやばい。
マジやばい。開園から閉園まで歩いて体重測りました。はい。で最初僕は 72、はい、あなたは 73.1 だっけ。はい、 73.1 で結果ですね、なんと僕が 71.5、 はるくんが 72.6。 お72.5?6 72.6 ぐらいということで、まあ、2人ともまあ 500g ぐらい、 500g ぐらいど、まあ、でもすごくない、いいとこぐらいで、一体どれぐらい歩いたのかと、はい、で今日一日でなんと3万206歩歩きましたそして、ね、距離的に 22.84、 まあそれでもそんな減らないんだと思ったけどね。まあね、まあ食べてますから、食べて飲んでるんで、まあね、でも減ってるつもり、あ、減ってる感覚あったんだけどね。でちなみにですね、あの追加検証で、はい、一体ディズニーを一周したらどれぐらいなのかっていう、それね、気になりますね。はい、でディズニー僕ら外周極力したんですよ、外周を、はい、回ったら、なんと約 2.2キロ、そして、まあ、消費カロリーが120ぐらい、で時間にして30分ぐらい、なるほど、で約3000歩かな、うん、3000歩ぐらい、はい、来週で、ね、こういうのって多分明日以降にね結構そうだよ、ね、聞いてくるんですよ、この運動した事実が結構大事な気がする、はい、でしかもやっぱ歩いててそんな苦じゃないというか、そう景色もやっぱ変わるし、ね、で最後花火で締めるっていうね、完璧なんですよ、最高のジムですよ、やっぱディズニーは。 C にこの前行きまして、はい、今回ランド来たんですけど本当に最高でございました、はい、まあ、皆さんもね、まあ、ディズニージムぜひ行ってください。ディズニージムおかしいだろ。バイバイ。バイバイ。